ありがとうございます。改めて自己紹介します。中学6年生12歳の綾乃です。中学6年生12歳のりなです。中学5年生10歳のるりんです。中学1年生13歳のノアです。私たちエンジェルナンバーです。よろしくお願いします。そうですね、じゃあ今日は告知があるんですけど、その前に私たちがクリスマスに食べたいものを皆さんにお話ししたいと思います。じゃあ私はショートケーキです。私もショートケーキです。私はショートケーキです。私たちもショートケーキです。私たちショートケーキです。よろしくよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとみんな私もって言おうとしたら、私たちっていう準備してて私ってなりました。じゃあ告知に行きたいと思います。12月の26日にクリスマスライブがスタジオであるんですけど、それも今日ジェスチャーとかじゃんけんをしたみたいにいろいろなゲームもするので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。待ってます。待ってます。それでは次の曲いきたいと思います。聞いてください。エンジェルサンタがやってくる。Thank you.
ということで、これにてクリスマスライブ終了ですか？終了、歌は終了です。歌は終了ですね。はい、ここでありがとうございますとした後に、チェキ会が前半と同じくあります。1枚1000円で、なんだっけ、メッセージは、そうですね、チェキを取った後のメッセージは、はい、スタジオのライブの時に書いてくれるっていうことで、その時に持ってってください。お願いします。お願いします。お願いします。なんか一人ずつの挨拶とかいる？いるんですか？いや、わかんないです。どうですか、なんか感想とか聞いた方がいい感じのやつですか、これ？あ、いいですか、聞いた方がいいですか？じゃあ誰かに聞こっかな、感想。なんか、目が合わないようにしてる人がいて聞きます。今日のライブどうでしたか？ゼノンは初めてだったんですけど、すごいみんなでクリスマスライブができてすごい楽しかったです。みんなも同じだと思います。同じです。同じです。じゃあなんかこちらのユニットの方からも一人ぐらい聞いた方がいいんじゃないですかね。全然目合わせてくれないですけど。じゃあなんか真ん中の方に聞いていきたいと思います。私もゼノン初めてで、なんかどういう会場なんだろうとか思いながら少し不安だったんですけど、自分たちがやってる時もみんなのを見てる時もすごい楽しかったです。ありがとうございました。もういいですか？はい、はい、ということでですね、今日本日のクリスマスライブありがとうございました。ありがとうございました。
写真撮影があるんですよね。あ、じゃあ写真撮影、じゃあもうちょいこう撮りましょう。もうちょいこうちゃっと1列2列ぐらいで分かれて、ちっちゃい子1列来て、でかい人2列、あ、大きめの人が2列ちょっと不適切な発言がありました。不適切な発言ですダメですね。1列目に小さい人入ってちょっと小さめの人、あ、まあこんな感じでいいんですかね。もう一人ぐらい前に行きますか。あ、じゃあ、ちょっとこうかがんでいただいて、どっちから、右からですか、左からですか。ちょっと、じゃあまあセンターからお願いします。ちょっと待って、ありがとうございます。あ、一緒トラブルですか。あ、大丈夫ですか。わかりました。じゃあ真ん中お願いします。OK ですか。じゃあ右の方、じゃあ左の方、良さそうですね。はい、じゃあもうそろそろいいですか。 OK ですか。もう撤収しちゃってじゃあありがとうございましたでいいですか。はい、ということで今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。